結城まどか、アイドルになっちゃいました。こんにちは、結城まどかです。高梨小由美です。佐伯律香です。さてさて、今回のニュースは、皆さんご存知の通り、私結城まどか、ただいま課外活動でアイドルやってます。今回はその様子を紹介しちゃおうと思います。私たちも少しだけ参加させてもらったんだよね。楽しかったな。私がアイドルなんて恥ずかしかったです。今回の課外活動はアプリゲームプロジェクト東京ドールズとのコラボで実現しました。プロジェクト東京ドールズとは、アイドル活動の裏で異形の存在ピグマリオンと戦うアイドルグループドールズの活躍を描くスクエアエニックスによるスマホ向け美少女アクション RPG です。私たちはそのドールズに参加してアイドル活動やバトルを頑張ってます。あ、ちなみにいろんな人たちから心配されるんだけど、私たちは元気に生きてますのでご安心を。なぜこのような補足をしているかご不明な方は、ぜひプロジェクト東京ドールズをプレイしてみてくださいね。ではまずはじめに、こちらのビジュアルをどうぞ。みんなで可愛いアイドル衣装を着て撮影してきたよ。どう？このリツカちゃんにぴったりでしょう。楽しかったね。こういう衣装ってなかなか着れないし。ゆうきさんはキャンディースター、佐伯さんはトリニティベータ、私はハーモニックウェアという衣装を着させていただきました。ちょっと私にはフリフリしすぎないような。そんなことないよ、小読みもとっても似合ってるって。他にもいろんな衣装を用意してもらっちゃいました。この衣装もいいな、着てみたい。そしてなんと、ドールズのみんなも私たちの学校の制服を着てくれたんだ。めっちゃかわいい。華やかに着こなしてくださってますね。さすがアイドルの皆さんです。どの制服もドールズのみんなそれぞれに合わせたサイズが用意されてるみたいだから、全部着てみてほしいな。みんなが転校してきたらって想像するとワクワクするね。とっても賑やかになりそうですね。あ、これは結城さんとドールズの皆さんの出会いの場面でしょうか。うん、いいな。私と小読みはドールズのみんなには会えなかったんだよね。みんないい人だよ。優しいさくらちゃんに、しっかり者なみさきちゃん、優しく厳しくアイドル活動のことを教えてくれて、すっごく楽しかった。まどかは誰が相手でもいつもと変わらないね。この他にもずんだコロッケ先生、泉セロ先生がドールズのみんなとの様子を漫画にしてくれてるよ。ドールズの皆さんも結城さんに負けず劣らず個性的な方ばかりなんですね。まどかめっちゃテンパってるじゃん。え、わー、ここは書かないでって言ったのに。全8話がコラボ特設サイトに掲載されていますので、もっと読みたい方はぜひご覧ください。ピグマリオンとのバトルも頑張ってるよ。え、結城さんも戦ってるんですか。大丈夫ですか。お任せあれ。ドールズのみんなも助けてくれるし、平気平気。最初はお化けかと思ったけど。この剣マドカよ、めっちゃかっこいいじゃん。構えもなんかめっちゃノリノリだし。でしょでしょ。歌って踊ってバトルもして、アイドルって大変なんですね。そしてこれは私のメインスキル、私のイメージに合うようにってみんなが考えてくれたんだ。確かに結城さんらしさが溢れ出てますね。続いてはエモーショナルバースト、2人で発動する超必殺技だよ。かっこいい。これは素敵ですね。さらにこちらはエクシードエモーショナルバースト、エモーショナルバーストを超越する必殺技です。おお、これ私たち3人でやってみたい。言われてみればちょうど3人ですな。動画と衣装もぴったりだし。あ、いや、人数が合ってるだけで。じゃあこの動画に合わせてアフレコね。えー、はい、3、
し、行くよ。開幕よ。始めましょうか。では私から。心がのちる。思いが燃える。さあ出番よ。心がつながる。この熱量をエネルギーに。全ての感情を束ねて。いいね、バッチリ。なんか不思議な感じだね。そしてそして、今回のコラボを記念してキャンペーンも開催中。総裁少女庭園のキャスト3名のサイン入りイラスト色紙を合計で3名様にプレゼントしちゃいます。キャスト、一体どなたのことなんでしょう。はーい、細かいことは気にしない。キャンペーンの応募方法は2パターンございます。1つ目はプロジェクト東京ドールズの公式ツイッターをフォロー、応募ツイートをリツイートで応募完了です。あるいはプロジェクト東京ドールズのアプリをインストール、ゲーム内のアンケートに回答することでも応募できます。応募にあたっての注意事項はコラボ特設サイトをご確認ください。キャンペーンの応募期間は2021年6月15日までとなっております。たくさんの応募をお待ちしております。さらにキャンペーンはもう一つございます。はい、なんと限定リアルグッズが当たるキャンペーンも開催中です。なんとなんと、私のプラモデルにそれぞれドールズのさくらちゃん、れいなちゃん、ゆきちゃんの髪型パーツがついた特別セットがゲットできちゃいます。うえー、なにそれすごい。だよね、すごいよね。髪型パーツはプロジェクト東京ドールズのスタッフさんがプラモデルの設計データを元にして制作、 3D 出力してくれた超スペシャルなアイテムなんだって。なんだかよくわかんないけど、めっちゃすごいアイテムってことはわかった。このキャンペーンはゲーム内で応募券を集めれば集めるほど当選確率が上がる RG イベントに対応しています。こちらも応募期間は2021年6月15日までとなっておりますので、詳しくはコラボ特設サイトをご確認ください。よーし、応募券いっぱい集めるぞ。そして今回のコラボを記念したグッズも販売中です。めっちゃたくさんあるじゃん。かわいい、全部欲しくなっちゃう。ことぶきやオンラインショップ、立川本店、秋葉原館、大阪日本橋店にて販売中です。今回の課外活動の思い出、皆さんもぜひ手に取ってみてくださいね。さてさて、いろいろと紹介してきました今回のコラボイベント、実施期間は2021年6月15日までとなっております。この機会にみんなもプロジェクト東京ドールズをプレイしてくれると嬉しいな。詳しいカレンダーやコラボ内容はコラボ特設サイトや YouTube プロジェクト東京ドールズチャンネルで配信中の東京ドールズレディオをご覧ください。私たちの総裁少女チャンネルでもこうして私たちの課外活動の様子をお送りしていきますので、チャンネル登録よろしくね。ではでは、今回は以上です。お届けしたのは佐伯律香と高梨小由美と結城まどかでした。またね。